ははい皆さんこんこにちは、えー、今回はですね、えー「試験に出るノートスーパー」についてお話をさせていただきます。えー、毎年公表いただいておりますあの道場なんですけれども「えー、今年もやります」えー「出るノートシリーズ」ですね、えー第,えー、もう第6弾ということでですね、えー、6年目ということでねで今回は「スーパー」という、ね、名をつけまして、えー、ということで、まあ、毎年ですねあの試験に出る問題あの的中させております。 えー、従いましてねあの直前期にこの「デルノートでです、ね」でしっかりあの復習をしていただければあの合格点ね近づけるということですね。えー、ということでぜひ皆さんの合格のお手伝いになるかと思い、えー、このような企画をいたしました。と、え、い、ー、ことで,です、ね、あの初めての方にもねあの、まあ、どのような講座なのかということをご理解いただけるように簡単なご説明をさせていただきます。まず、ね、こちらご覧ください こちらがね試験に出るノートスーパーということなんですけれども重要なポイントですねこれを用意しておりますまた法改正にもね対応しておりますのでぜひねこちらをご活用いただきたいと思います。でそこでですねまず生講義なんですけれどもこちらはですね通学は10月12日の水曜日水道橋本校でですね あの13時から20時までということです。まあ、正味6時間の講義なんですけれども、もさすがに、えー、ぶつ続けというわけにいかないのでね。まあ、休憩を挟みますのでえー、拘束時間はね、えー、少し長いですけれどもまあ、各ね。あの権利関係、えー、2時間ですね。そしてえー、宅建業法2時間法令上の制限2時間ということです、えー、このようなねスケジュールになっております。 であの免除科目につきましては、ね、あの今回の講義では入っておりませんのでご承知ください。ねえー、ということで税法その他、ねあのまあ、価格の表定までということになっております、えー、そしてです、ねまあ、あのコロナの,、ね、あの心配もあると思いますので、えー、そこであの通信もございます。 ということでね、あのウェブ視聴もできますし、教材発送ね、こちらもございますけれども、9月27日から視聴できるということですね。ということで、えー、通信もご用意してございます,ですね。ね、はい、ということでね、えー、こちら、まあ、料金はですね、ホームページをご覧いただきますと、詳細に載っておりますが、えー、こちらにもありますように、えーまあ、このような金額になっております。 通学プラスウェブフォローですねそれから通学プラス DVD フォローですねまあ DVD の方が少しお高くなっております、ね、ということですねあとはあの通信のみの方も DVD、えー、と、ね、ウェブの違いがあります DVD、まあ、ですとね手元に保存できますけれども、まあ、ウェブの場合ですとねあの視聴期限が終わりますとねご覧になれなくなってしまいますまあそういった違いがありますけれどもねはい。 まあ、ということでこのようになっております。詳細はホームページをご覧いただければと思います。こちらの QR コードもございますので、こちらを読みいただくということですね。こちらをどうぞということですね。はい。ということです。はい。まあ、試験に出るノートスーパーですね。まあ、直前道場ということで、で、まあどんな内容かということで、一部ねあの、紹介をさせていただきたいと思います。例えばですね。 えー、昨年の問題とデルノートの、ね、リンクしているところ、まあ、どんなところかなっていうところですね、えー、そこで、まあ、数問ですけれども、えー、お話をしていきたいと思いますねまずは、えー、こちらですね昨年の10月の試験の方ですねの、えー、問いの8っていうのがありますまあここで、まあ、不法行為の問題ですねこちらがありましたですね まあ建物の瑕疵があったためにっていうことですね。で通行人がけがをしたということです。いいですね。そこでこう、えー、建物を C から沈借していたということですから占有者ですね、えー、この「占有者が」がこう建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても不法行為責任を負わないと書いてあります。ここれれどううでしょうかねこれは 誤りりとということになりますしたがってこれが正解なんですけれども、えー、こちらはですね出るノートのところですねこれは昨年の出るノートなんですけれども、えー、まずね「工作物責任」と書いてありますここですね。はい、でここで見ていただくと、えー、第一次的責任は占有者要するに賃借人ですねこの場合はねが負いますすいいですねでね過失責任です。 貸し責任ということは要するにね注意をしていた場合にはですね責任を負わないんですねだ注意をしていなかった場合この時に責任を負うわけですそうしますとこの問題でいきますと損害の発生の防止に必要な注意をしていなかったという表現ですねここですね損害の発生の防止に必要な注意をしていなかったという表現ですね 防止に必要なな注意をしなかっったたとということは過失があったわけですね、まあ、従いましてこの場合は不法行為責任を負うことになります。えー、ということで「負わない」と書いてありますからこれが誤りということですね。はい、いいで,すねでそれに対して A が「所有している」と書いてありますね。 所有している場合はこれはどうかと言いますと、必要な注意をしていたとしてもですね、責任を負うということで、これもデルノートのところですね、はい、えー、所有者ですね。所有者の場合は過失無過失責任ということで、過失がなくてもですね、責任を負います。いいですね。えー、ということで、えー、この場合はですね、えー、責任を負うということですね、えー。だから正しいということです。いいですね。 はい、それから3番のところですねあの不法行為責任が成立する場合、えー、本件あの損害賠償請求権はですね B または B の法廷代理人要するに被害者ですねいいですね、被害者の、えー、法廷代理人が、えー、損害または加害者を知らない時でも、えー、本件損害賠償請求権はですね 本件事故の時から20年間行使しないと時効により消滅すると書いてありましてこちらもデルノートですねこの上の方なんですけれどもこちらですね不法行為の時から20年を経過した時には時効、えー、により消滅まあ同様であるということですね。はいまあ、ということでここに載っております、まあ、4番も実は載っておりまして、あのー、不法行為責任が成立する場合でですね 損害賠償請求権は B または B の法廷代理人が損害及び加害者を知った時から5年間ね行使しない時は時効により消滅ということでこちらもえご覧いただきますとえ損害及び加害者を知った時から3年間そして人の生命またはね身体を害する不法行為の場合は5年間ということですね。ということでこの場合は。 人の通行人が怪我を負ったと書いてありますから人の身体にを害する不法行為ということになりますから5年間ということになります,です、ね。まあ、このようにあの問いの8ですねあの、まあ、都合のいいところだけ出したような感じで申し訳ないですが、えー、この問いの8ね、えー、これはデルノートでもうそのまんま得点できるということですす。ね。まあ、他にもあります例えばですね。 えー、今度は法令上の制限をね。見てみたいと思いますね、えー、法令上の制限でいきますと。と、えー、例えばですね。そうですね。問いの16ですね。10月試験の問いの16都市計画法っていうのがあります。で、問いの16のところで、まあ,あの正しいものはどれかっていうことですね。で、許可を要する。 あの開発行為の面積については条例に定めがないということですね。はい、ということで普通に考えてくださいという問題で1番ですね、えー、市街化区域において都市公園法に規定する公園施設ですねである建築物の建築を行う、えー、を目的としたですね5,000平米の土地の区画形質の変更はあらかじめ都道府県知事の えー、許可を受けなけなななればならないとありますこれはどうかと言いますとこれはね残念ながら出るノートの部分には特に載っていないんですけれども、えー、こちらね見ていくと2番ですね、えー、こちらは、えー、首都圏整備法ってのがありますこちらもねちょっと細かいお話ですね、えー、ということでこれはねあの後回しでいいと思います。いいですねで3番のところ えー、純都市計画区域のところですね、えー、純都市計画区域で、えー、今度は、えー、商業施設の、ねえー、建設を目的とした2,000平米の、えー、土地の区画係数の変更と書いてありますね。と、えー、いうことでこちらの部分についてはですねこちらについてはあのー。 都道府県知事の許可を受けなければならないと書いてありましてこちらはねレルノートのところでいきますとあの開発許可の、ねえー、数字がありまして、えー、例えばここですねこちらに、まあ、都市計画法と国土利用計画法のです、ね、比較ということでこのように数字を入れるところがあります。準都市計画区域の場合は3000平米以上 えー、ということになりますね、えー。そうしますと2000平米ですからこの場合はあのー、面積がね小規模開発の例外にあたるので許可はいらないということになりますね。いいですね、えー。そして4番のところ区域区分が定められていない都市計画区域で えー、都知学生事業の施として行うと書いてありますね、えー、ということで8,000平米と書いてありますけど、えー、こちらは何々事業の施行として行うと書いてありますね、えー。ということでこちらもデルノートの部分で、えー、書いてありますけれども何々事業の施行として行うという場合ですねこの時にはやはり、えー、開発許可はいらないことになっております。えー、こちらもですね開発許可のところでですね えー、こちらを見ていただくといいと思いますねはい。内々事業の思考としてというね、えー、こちら、えー、9番の下のところにありますけれどもこの鉛筆のマークのところですね土地覚醒事業などの思考として行う開発行為ですねこれらは開発許可は不要であるという風うにねデルノートに書いてありますまあ、このようにねイメージしていただくといいと思いますいいですね えー、ということで、まあ、このようにね法令上の制限のところですね、えー、こういったところもですね正解であの選ぶことが可能です。いいで,す、ね、でその他ですね、えー、例えば、えー、問いの19ですね問いの19のところの、えー、宅地造成等規制法ですね、まあ、こちらも、まあ、正解がね直撃できるところっていうことでね 説明をしていきたいと思いますけれどもこちらもですね「デルノート」に載っております、まあ、正解は4番なんですけれどもこれはですねあの比較的この「デルノート」で簡単に選ぶことができますですね。はいこれはですね4番のところですけどこちらね見ていただくとあの都道府県知事は関係市町村長のね意見を聞いて。 宅地造成工事規制区域内で宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他のものの危害を生ずるものの発生の恐れが大きい一段の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを造成宅地防災区域として指定することができると書いてあります。まあ、文章が長いでですけれどもポイントは宅地造成工事規制区域内で 造成宅地防災区域を指定できるというところここがポイントなんですそうしますとですねこれはデルノートのところでこのように書いてあります造成宅地防災区域ですねもうこの一言ですね宅地造成工事規制区域に指定されていない土地に指定と書いてあります とということですから「宅地造成工事規制区域内」と書いてありますのでもうこの段階で誤りということが分かるわけですね。ということであのデルノートの知識をねそのまま入れていただければあの簡単にね選ぶことができるんだということです。いいですね。まあ、このようにねイメージしておくといいと思いますね。それからその他この土地区画整理法ですねこれも誤りはどれかっていうことで3番が誤りなんですけれども。 土地区画整理組合のね設立の認可の広告があった日以後ですね幹事処分の広告がある日までは、まあ、工事が始まってから工事中の間ですねこれは施工地区内において、えー、土地区画整事業の施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更を行おうとする者は当該土地区画整理組合の許可を受けなければならないと書いてあります。こここれれが誤りりですこれも、えー、デルノートのところに書いててありまして こここちらでで、ねえー、ここですすすねねね、はい、同じ文章です、ね、広告がある日まで事業の障害施行、えー、の障害となる恐れがある土地の形質の変更建築物の新築等を行うものは都道府県知事等の許可を受けなければならないということですね。はいえー、ということで都道府県知事等の許可 はい、こちらね。組合ではありませんね。まあ、ということで、すぐにこれが誤りということがわかります。まあ、こんな風にね。あの正解をね。簡単に選ぶことが可能です。よろしいでしょうか。いいですね。はい、まあ,あの他にもねいっぱいね。あのご紹介したいところです。けれども、まあ、お時間の関係もありまして、えー、あまりね。続けてお話できませんので。 えまあ以上ねに、えー、しておきますけれども、えー、他にもねいっぱいあります,す、ね。まあ、ということでこのように、あのー、ポイントをねしっかり押さえていただければ、あのー、まあピンポイントで正解を選ぶことも可能です。ですねまあ、権利関係と制限 えー、を中心にお話し,しましたけれども、まあ卓業法ですとね、もうかなりね的中してしまいますからね。えー、ということで、あのその意味でも復習しておいていただくと、えー、合格がより近づいてくるということですのでね、ぜひご検討いただければと思います。はい、えー、ま貴重なお時間ねありがとうございました。えー、以上で私のお話終了させていただきます。どうもお疲れ様でした。